演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日はこちらファミリーマートの濃い抹茶菓子5つを食べたいと思います。5種類ですね。先日の抹茶はお菓子になりましたが、また新しいのがあります。でも今度はワッフル、フィナンシェ、パウンドケーキ、クッキー、バウムクーヘン、そう、4菓子系ばかりなんですよね。前回は和菓子系もあったので、でもそれだけ抹茶が洋菓子でも認められてると思ったのかもしれませんね。ではまずはこちらのクッキーから食べてみたいと思います。おー、小さいです。見てみましょう。あー、割れない。これ割れない。ではもうこのままいただきます。やっぱりコンビニワッフルサクサクは難しいのかな。最初のこのクッキーはサクサクとしたちょうどいい音に、中から感じられる抹茶の濃厚さ、そのバランスがとっても良かったです。ただチョコチップがいるのかいるのかわからないかぐらいになってしまったのはちょっと残念だけど、せっかくいるんだからもうちょっと前に出てくる気もするんですけど。で、2つ目のワッフル、このワッフルもしっとり系でしたね。しっとり系が嫌いというわけではないのですが、どちらかとサクッとして欲しかったなという思いがありましたので、でもコンビニだとやっぱり難しいのかな、焼きたてでないと難しいですね。抹茶の味はしっかりしていて美味しかったですね。で、このフィナンシェなんですけど、これは上の方がサクッとした食感があって、中はホロホロ崩れていくような程よさがあり、抹茶の味もしっかりあってとっても美味しかった。では5体目、どっから来るんだろうこれ。あ、ここか。あ、ちょっと崩れやすいんじゃないですかね。いい緑の色ですね。ではいただきます。といろんな種類で食べてみたくなるような抹茶でした。このファウンドケーキは今回の抹茶シリーズの中ではなんだか抹茶が弱かった気がしますね。感じないというわけではないのですが、今までの、ね、抹茶が口が慣れちゃったのかな。でもしっかりと大粒で食べ応えがあって、たっぷり食べたい人にはおすすめできますね。で、そして最後のこの濃い抹茶バウムですが、以前食べたあの4色の抹茶と比べると、あの、より抹茶はこちらの方が強いです。あちらの生地のしっとり感の勝負ならこちらは抹茶で勝負といったところですね。そして抹茶で勝負したらこちらの軍勢が上がります。こちら本当に抹茶すごかったです。で、今日の抹茶菓子の一番と言っても美味しかったですが、個人的に一番気に入ったのは最初のクッキーで、こちらのページも載せていただきます。あのサクサク食感が本当に心地よかったんですね。音もいいし。で、その次がフィナンシェ、バウムクーヘンで、それらは同率でこちらとさせていただきます。フィナンシェは食感、バウムクーヘンは抹茶の濃さが本当にすごかった。あれだけ飲むものがコンビニで買えるってなかなかない。で、残る2つに2つワッフルと、もう1つはワッフルとパウンドケーキにつきましては、こちらでさせていただきます。なんでついさっきのこと忘れるんだよ。他に比べるとちょっと食感や抹茶の味が劣って下の方に行ってしまったので、こちらですが、もちろんまずくはなかったので、こちらも抹茶好きの方には食べてほしいと思いますね。抹茶のお菓子いっぱい食べました。もっとこれからもいろいろ出てほしいですね。ではパンチの水泳終わっても火は当たるかな。早いもん勝ちになっちゃうのかもしれないですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。